はい、スタリスと申します。いわゆる電子音楽クラブミュージックを、リリースしたりライブをしたり、それから YouTube で活動なんかをしております。こういう楽器が見慣れない方でも楽しめるような音楽を作ろうと、頑張ってますので、今日の公演もそうですけれども、私の YouTube とか SNS とかフォローしていただけると嬉しいです。それではどうぞご覧ください。
The other check valve will still provide backflow protection. However, if both check valves fail, all backflow protection is lost.はい、普通の、音楽のライブとかだと見に来てねっていうところにみんな見に来る感じだと思うんですけど、こういう、奥路地っていう街中でやるっていうのは、まあ、通りがかりの人がちょっと見てくださったり、知らない全然知らない方が通りがかりでよかったよって言ってくれたりして、ちょっと今までにない感覚でライブができました。例えば横浜美術館とか丹下健三さんだったかなが建築を担当されてるんですけど、なんだろう、地域を全部を見通した上でそういうアート活動を見越して、建築を作ってたりとか、あと海外だとサウスバイサウスウェストとか、シアトルのデシベルフェスティバルっていうのがもうなくなっちゃったんですけど、まあそういう街の中でやる音楽フェス、アートフェスみたいなのが結構昔から気になってたところがあって、僕もやってみたいなと思って、そしたらまあ見つけたので応募させていただいたという感じです。はい、感想は正直なんかこれ間違いかなと思いました本当かなってちょっと思いました。はい、本当でした。今後の活動については私が YouTube のチャンネル運営しておりますので、そちらの方でアナログレコードのクラウドファンディングであったり、ライブの告知だったり、最近気になる機材のレビューとかやってたりしますので、ぜひそちらチェックしていただければと思います。本日は、ありがとうございました。和楽器ユニット天楽と申します。和太鼓奏者浅野颯太です。篠笛小林美優です。そして本日はおりませんが、大阪の、篠笛奏者ヒカルくんの、3人ユニットで、結成されております。はい、本日の公演の見どころはですね、日本に古くから伝わる、民謡や、それとは真逆のですね、新しいポップスや新しい音楽を取り入れた演奏ですね、そういった、いろんな色が見える和楽器の演奏をお届けできたことが見どころなんじゃないかなと思っております。それではご覧ください。皆さんこんにちは。和楽器ユニット天楽、本日2回目の演奏です。さあ2回目も盛り上がっていきますよ。皆さんよろしくお願いします。ということで第1曲目は祭り。
ありがとうございます。皆様こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。和楽器ユニット天楽と申します。小林美優のオリジナル曲から、クシナという曲をお届けいたします。そして、次にですね、日本に伝わる民謡ですね、鳥取県民謡から、貝殻節という曲をですね、アレンジさせていただきましてお届けいたします。何が置いてあるんだろう、パソコン置いてあるかなみたいなね、風にちょっと思われたかもしれないですけども、ちょっとこちらを使ってですね、あ、和楽器ってこんなこともできるんだ、こういうなんかちょっと聞きなじみがある、和楽器の曲お届けしたいなというふうに思っております。それでは聴いてください。ルロー。Thank you.
劇、夏の劇と書いて歌劇、もう一曲、民謡をですねちょっとお届けして終わりたいなというふうに思います。みゆちゃん、本日の公演はどうでしたか？はい、本日2回演奏させていただいたんですけれども、1回目も2回目も本当にお客さんがね盛り上がってくれて大盛況で、私たちもすっごいこう興奮して演奏させていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ネクストアーティストに応募したきっかけはですね、私の地元、名古屋のですね、和楽器の大先輩山口浩二さんがですね、ネクストアーティスト2023にですね、選出されたことがきっかけで、今年もですね、応募がかかっているということを、知りまして頑張ろうと思った次第でございます。はい、本当に嬉しかったです。大好きな先輩の後を追えるというところと、やっぱりこの和楽器のですね可能性を追求できるというところをですね、自分たちの使命として活動しておりますので、そういったところを頑張ろうかなと思いました。より多くの方々にですね、和楽器の魅力を、知ってもらいたいなというふうに思っております。そしてですね、ネクストアーティストの名に恥じぬよう、どんどん新しいことを追求して、新しい可能性をですね、探っていきたいなというふうに思っております。どうぞこれからも応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。